ラスの人気者だったキョンキョン。中学3年の彼女は友達に勧められるままスター誕生の扉を叩いた。その笑顔、人を引きつける魅力は審査員ばかりかテレビを見ていたスカウトマンたちも虜にしてしまった。中学3年ですよね。はい、そうです。大きいか小さいかどちら、これから伸びますからね。運動なんかやってる？ソフトボールやってます。ソフトボールやってました。1番か3番いけ、いきました。おめでとう、おめでとう。それじゃあのんちゃんは決戦大会へと進んだ。会場は興奮と熱気に包まれていた。キョンキョンのテレビ予選を見ていたスカウトマンたちも彼女に真剣な眼差しを送っていた。彼らは今までのスターたちにない魅力をキョンキョンに見出していたのかもしれない。3つ上がりました。ありがとうございます。いやーよかった。三行さん、
Thank you.
Check out.
すけど歩いて行こう。余裕がなくてただ自信がなくてあなたの揺れる気持ちに気づかない。苦しんでたのずっと追いかけてさ夢が叶うようにとねえどこかでそっと祈ってる。あなたのために遠い空に輝く星のようにあなたはずっとそのままで止まらないで思い出が星になる。Oh,